サンマリノリラ1860年代からユーロが導入された2002年まで使用されたサンマリノの通貨。複数型はリレ、リラ。100の補助単位はチェンテジモで、その複数型はチェンテジミ。イタリアリラと等価であり、イタリアの効果、紙幣とバチカンの効果はサンマリノにおいても法的効力を有していた。また、サンマリノの効果はローマで鋳造されていたが、 これらもイタリア国内やバチカンで法的効力を有していた。サンマリノの最初の効果は1864年に発行された5チェンテジミ同化であった。その後1875年1 0チェンテジミ同化が導入された。これらの同化は1894年に発行が停止されるが、1898年には50チェンテジミ1リラ、2リレ。 高リレ銀貨が発行された後に、1906年に1、リラ、2リレ銅貨が鋳造された。1931年になると、サンマリノの硬貨の鋳造が再開され、この時後、10、20リレ金貨が、また1935年には5チェンテジミ、10チェンテジミ青銅貨が製造された。これらの硬貨が発行されたのは1938年までのことであった。 1972年、サンマリノは再び硬貨を発行するようになり、この時1リラ、2、5、10、20、50、100、500リレ硬貨がそれぞれ当時のイタリアの硬貨と同じように作られた。1978年には200リレ硬貨が導入され、また1982年には500リレ、1997年には1000リレのバイメタル硬貨がそれぞれ発行された。 これらの効果の衣装は毎年変更されてきた。ありがとうございます。